これが本当の車作りだと思うけどね。あ、ロードスターだ。こう昔の車も今の車もそこがすごいね。ロードスター変わってないじゃん。こういうのを作り続けてくれることがありがたいね。皆さんこんにちは、今回のカープライムはなんとマツダのロードスター、歴代をこう振り返るという感じで、やっぱりねロードスターオーナーを呼ばないと話は始まらないだろうということで、昔一緒に仕事をしましたベストモータリングにいました大井くんです。大変ご無沙汰しております。今 YouTuber、 今 YouTuber です。やるね。またの名を無職と思いますからね。ああ、なるほどね。いろいろやってきてるよね。ベスモからレブスピード行って、いや、その前に、まあ、ベストカーからベスモさん、ね、ああ、そっか、うん、ベストカーやってベスモ行って、はいはい、クビになってレブスピード行ってクビになって今 YouTuber。 あー、そうですそうですね。波乱万丈の人生だよ。でロードスターを2台保有してると。そうですね。ね、はい、やっぱその魅力っていうのは何なの？俺がロードスターに魅力を感じてるのは、ボロクショ言ってたよね、ベスモの頃これこの車のことを。いや、そんなことだって俺初代か持ってたんですよ。だけどボロクソ言ったよね、あの取材の時に。俺覚えてんだよねこれ。いや、そんなことないって。そう、この 1.6 リッターのこと結構。いや、あのね、俺は89年なんで、俺 GTR 買ったんですよ。32GTR 買って、でもロードスターが出て試乗会でやたべにでジムカラーみたいになってすごい楽しいなと思って、で、まだ当時結婚していなかった今の奥さんに、うん、じゃあお前が買えと、うん、って言って、初っ端 1.6 リッターを買ったと。はい、ね、その頃ってやっぱこうシビックタイプ R もあったし。そうですね、ね、うん、86もあるし、うん、そういうのと比較するとどうしても落ちるじゃん、性能的に。はいはい、でも FR がもうどん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 なくなった時代なんで、うん、FR 来たみたいなね、うん。しかもそのオープンスポーツカーって、うん、まあ大昔の日本にはあったけども、ずっとなくてどん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 なんかつまんない車で、スポーツ系もあり合わせの材料でなんかスポーツ仕立てだったじゃないですか。でもこの車全然違ってて。そうだね、まあ一種独特というか。そうですよ、だからもう本当にあの素晴らしいですよ、ロードスターが始まった。だって世界を変えちゃったわけじゃないですか。まあ変えた ね、 ね。だってその後に、BMW Z3 を出して、うん、メルセデスの CLK を出して、まあ、だから SLK だったっけ。なんだかんだ言うけど世界が反応したわけだよ。そうです ね、このマツダロードスターが出てきたことによって、うん、そうですね、世界中を席巻して世界中で売れた、うん、それを見たいろんなヨーロッパのメーカーがこれは2シーターオープン売れる、オペルも出たし、MG とかね、MG もあったし、ね、みんなが出しましたよね。火付け役としてはすごい車だよね、うん、そうです ね、うん、でそこから 1.6 から 1.8 リッターになった、はい、どんなタイム変わんねえじゃねえかってなったよね。そう、あの後期型みたいなねので 1.8 モデルも出たんだけど、ですごい期待して乗ったら、うん、なんだ全然ダメじゃんみたいな。その頃我々が考えてたのは、はい、シビックが 1.6 リッターから、うん、インテアールの 1.8 リッター、この 200cc でこんなに違うのか、はい、そうです ね、その時代に、うん、マツダは 1.6 から 1.8 にした、うん、これ期待はでかいよね。そうですよね。であの頃は VTEC がもうあったんですよ ね、 ですかね。あって1600で160馬力とか、うん、そのぐらいはあったんですよ。なんだけどこの車は120馬力そう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 で全然こう書いても回りませんみたいな状態で、でも楽しかったんです。楽しさはある、うん、だからこう86もそうなんだけど、うん、パワーじゃないんで車って。そうです ね、うんうん、その楽しさはあるか、うん、速さだとか馬力はあるけど楽しさはあるか、うん、ね、そうですね。だから2台を持ってんだ。そうだからその時に NA ロードスター初めて買って、でその後にね NA だけで3台も、うん、それは 1.6? 1.6 です。NA の 1.8 は俺は持ったことないんですよ。
その魅力は何なの、 1.6 の。いや、単純にあのまああれが 1.5 でも 1.8 でもまあまあどっちかというと何でもよくて、特に 1.8 と 1.6 で 1.6 にこだわったっていうのは NA の時代じゃないですね。でもあのちっちゃくて、走りが良くて、でしかも安くて、っていうそういう 手頃さ手軽さ、それはあったね、だから日常的にもその小ささが気持ちいいし便利だし、だ荷物積んでどっか行こう、荷物が積めないとかね、そんな話はどうでもよくて、そりゃそうだ、だからまあ、余計な話しちゃうと、まあ、今ねミニバンってやってるじゃないですか、もうそこら行くのにもそれ乗ってくるでしょ、なんか海外旅行に行く夜のバッグを引きずって通勤してるみたいなもんだからねだから必要十分なサイズで移動するっていうのは非常に合理的だしかっこいいんじゃないかと、まあ、トランクもついてるからね、そうですよ、S660 よりも随分詰めますよ、詰めるよね、だそういう意味では年代を超えてやっぱり使い勝手がいい車だよね、そうですね、で、それ 1.6 から 1.8、2リッター、NA、NB、その流れで言うと NB、そんな素通りしないでくださいよ、まあだけど 1.8 は乗ってないわけじゃん。あ、で、NA は 1.6 だったけど、NB、今、3代目、の魅力は何？それはね、NB はね、1.8 に全部乗ってます。で、それで、NA の時って、パッとね、NA から NB になった時に、俺、格好が悪くなっちゃったじゃん。で多分ね、NA ロードスターって純、日本デザイン、そうだね、でそれがアメリカデザインに確かに NB になってるんですよね。で何が気に食わないかって言ったら NA の この形あるじゃないですか、サイドの、そうサイドサイドこうキュッとなってるじゃないですか、こっちはドンとなってるんですか、で多分これって安全性の問題とか、まあ相当絡んでると思うんですけど、このね、この球がね、あのタイヤホイール変えて、ちょっと張り出させて辛い位置にしてきたりとかすると、かっこいいんですよ、あそう、でそれが、それがね、ちょっとね、ちょっとこっちだとね、そのかっこよさはない、あそう、なんだけど、ブルーの、薄いブルーのこの後期型のイメージカラーかな、あれがねかっこよくて、この丸めはじゃあ問題ない、あこのリトラクターブルーに比べてこの丸めになったのは問題はない、あまあまあ問題ないですね俺みたいな使い方してるとだんだんこれ片目しか開かなかったりとか、そういうことが起きてたんで、あるね、だからまあ、これはこれで可愛かったんですけど、可愛いよね、まあ、これも別にこれも可愛い系じゃん、ね、で、ここから進化したのが2リッターじゃん、はいはい、で、室内も豪華になってるじゃん、2リッターそうですね、大きく変わりましたね、 1.6、1.8 は値段相応みたいなさ、ね、コスパもいいな、はいはい、運動性能もいいな、はい、でも2リッターになったらちょっと高くなって、うん、で室内も高級感が出てきたと、この辺はどうなの？俺はね、まあこれは多分随分後期のやつだと思うんですけど、もっと最初って、なんか NA の、このライト、はいはいはい、の感じをなんか出そうとしたっぽく、なってて、でこの内装もいまいちなんかその今までみたいな魅力を僕はこのデザインには感じなかったんです。俺は今までのこう NA、NB から比べると高級感が出たなっていう、なんかこう、デザインがすっきりして、はいはい、安っぽくなくなったっていう感じを受けた、まあ、あと大きくなったしね、その辺はどうなの？ダメ？でもね、なんかね、この NA 寄せがね、テールランプもそうじゃないですか、NA 寄せが気に食わない、でも、あそうでも、
ね、RX8 と同様のそのプラットフォームが、うん、あの走り的には抜群にいいし、うん、特にそのマイナーチェンジして、うん、フォード傘下から出た後ですかね、エンジンも素晴らしく良くなって、うん、だからまあなんか、サーキットで走りを楽しむって言ったら、うん、多分これナンバーワンだと思う。そうだね、ボディ剛性もしっかりしてるし、うんうんうん、やっぱり NALB って常にこうプル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 しててなんか安っぽい車なんだ、うんうん、だけど楽しい、うん、でも2リッターになったら車になった、うん、そうですね、うん、合成から何から、うんうん、その作り込みからかっこいいし、はい、うん、で室内のデザインも安っぽくなくなったし、うんうん、車になったよね。で、あの、ある程度の広さはあるし、あるし、うんうん、なんだけど、でやっぱり速さをがどん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 ね、やっぱ新しくなったら速くなるってスポーツカーのなんか、うん、絶対条件みたいなところあるじゃないですか、うん、でもその中でこっちに行ったっていうのは、うん、俺はもう大拍手。まあ時代を見たんだろうね。あ、この車はこの時代には2リッターは合ってる、世界的に、はいはいはい、ね、グローバル基準として合ってる、うん、だけど先を見た時にマツダはもう違うなと、うん、はいはいはい、やっぱこう、うん、スモールパワーになってきてるし、うん、その時代を見越して 1.5 リッターに行ったと思うよ。だからね、またね、時代を作ったなっていう。まあそうだね、うん、そうだね。で、乗ってみると、うん、1.5 リッターでも何が不満なんだよっていう。俺ね、ショックだったのがね、これの試乗会初めてのは伊豆であったんですけど、その時に俺 1.8 の自分のマイカーに乗ってって、うん、で、上り坂でちょっとフル加速してみてって無線で言って、うん、どのぐらいのもんだろう、うんうん、1.8 ですからね、うん、だから変わんなかったんですよ。だからそこはもう時代の技術だよね。ね、ね、 1.5 で 1.8 と変わんない加速を、はい、上りでする、うん、だそこはね立派だと思うな、うん、とこう松田的には先見の目があって 1.5 リッターにした、うん、したけど、なんだ 1.5 リッターかじゃなくて、うん、1.5 リッターすげえじゃん。そうです ね、 ね、うん、だからそこが大したもんだと思う。やっぱこう新しくなればなるほど安全っていうものが覆いかぶさってきてさ、時代とともに重くなる、ねうん、重くなってやっぱ安全第一になってくるけど、うん、1.5 リッターにしても楽しさはスポイルしなかったっていうことで、うんはい、やっぱり NC から NC 確かサイドエアバッグついたんですよね、うんうん、で NB までのボディサイズだとサイドエアバッグつけられなかったんですよね、うん、でもこれは 1.5 なんだけど、うん、まあ、昔のと比べたらバカでかいんだけど、うん、でサイドエアバッグとかそういう安全性をちゃんと確保しつつ、うん、昔の走りができるっていう、そうだね、ところでは、うん、それは立派だと思うんですよ。いや頑張ってるよ、うん、もう綺麗になったよ本当に、うん、なんかどん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 綺麗になっていくね。いや本当 1.5 で最初バカにしたんだけど、乗ったらいいんだよ。そうなんです、ね、乗ったらすごくなんかこう、うん、いいじゃん 1.5 でっていう走りをするからさ。でアメリカ向けが2リッターじゃないですか、うん、俺ね2リッターアメリカは乗りに行ったんですよ、うん、そしたらあ 1.5 でいいか、来たのは、うん、間違いじゃねえなと。あそう、うん、まあ最近だって去年ぐらいに、うん、2リッターモデルのエンジンも、うん、アップデートされて、はいはい、気持ちよくなりましたけどね、うん、まあ普通に考えたら 1.5、2リッターあるんだったら2リッターの方がいいなと思うんだけどさ、はい、その辺はどうなの？俺はね、この 1.5 にこそ、うん、あのロードスターの楽しさを知る、うん、環境があるなと。2リッターにはない。いや、2リッターは2リッターって全然いいんだけど、 1.5 に乗るとあの本当気持ちいいですよ。いや気持ちいいさは分かるよ。あの例えば最近のエンジン、最近 の、 あのパワフルな車たちって、うん、そこら走っててもシフトなんかねマニュアルだってする必要ないじゃないですか、うんうん、でもこれって山坂道行くと、あそうだ、ね、やっぱり 1.5 なんで、うん、トルクないからねやっぱりシフトする、うん、やっぱり必然的にマニュアルを楽しめるっていうのはこれはバカにしてる意味じゃなくて、うん、本当にあの気持ちいいんですよ。
俺だったらやっぱ2リッターがあるんだったら2リッターがいいね、うん、だからね、最初に2リッターにが出ちゃってたら、うん、その 1.5 は何廉価版としか思わなかったと思うんだけど、うんうん、1.5 を先に出してきて、うんうん、で、まあ今でもね、RF 以外は 1.5 じゃないですか、うん、1.5 オンリーじゃないですか、日本は、うん、そうだね、やっぱりね、これね、愛だと思います、うん、で、海外は多分、その、もっともっと、うん、排気量にこだわる人たちが、要するにもう 1.5 って言った途端に、なんだ 1.5 かって言っちゃう人たちが多いんだろうなっていうのも感じましたね。あるね、やっぱりこうヨーロッパとか欧州行くと 1.5 っていうとバカにされるよね。ね、最近どん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 ね、ベンツの E クラスまでね 1.5 を積んでるのに ね、なんか世の中はもうそういう流れになってきてるよね、うん、本当にビッグパワーじゃなくて、そうですね、うん、であとはどん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 車高くなってるじゃないですか、うん、だからこの調子で NC から、NA、NB、NC、ND っていう流れでそのまんま来ちゃったら、うん、この車高くなって、ね、400万じゃ買えない車になってた可能性はありますよね、うん、はいはいはい、でも 1.5 にで、しかもフィーリングもなんか、ね、昔の気持ちよさを取り戻そうよっていう方向でやってきたことによって、なるほどね、うん、まあ、だけど正常進化してるよロードスターは。まあそうですね、うんうん、本当に走りを本当によく考えてる、うん、ね、走りを楽しくするんだっていうところの、うん、コンセプトは全く変わってないよ、うん、ロードスターは、うん、で何とも比較しなかったね、うん、NA から、うんうん、本当にそのシビックとか86と比較されて当たり前の時代に、うん、全く相手にしてなかったよね。そうですね、うん、別物だっていう、うんうん、うちは別物だっていう考え方の作り方をしてて車、うんうん、はい、だからそれが一貫してあるからこういう車が引き継がれていくんだろうね、うん、そうですね、マツダはね、まあ多分 NA ができた時っていうのはロータスエラー、はい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 、大昔のあれに憧れてるおじさまが、うん、相当頑張ったと思うんですけどね、うん、でそれとその、まあ、橘さんと、それを実現するために頑張った平井さんっていうコンビが、うんうん、あの名作を生んだと思うんですけどね、まあ、だけどこれをずっと作り続けることがすごいことだよ。そうですね、どっかで普通は挫折するよ、うんうん、社長変わったり、うん、まあ社長変わるとね大きく変わる会社もあるけどね、だけどやっぱりマツダは社長の変わろうが何しようが、うん、どんどんこういうものを引き継いでいくっていうさ、うん、そこがすごいんじゃない？でもこれのプロジェクトが成立したのはフィアットの一二四スパイダーにも、まあ、ある種 OEM 供給をするというのが、うん、号がかかったなんかポイントらしいんですけど、うん、どうなるの、まあ、なくなんないんじゃない？これは、まあ、まさかなくなんない、うん、と思うな、やっぱり、うん、これだけ世界的に認められてきた、うん、マツダのロードスターがなくなるってことは、まあ、マツダの代表車種ってこれですからね、と思うけどね、うん、なくなんないと思うな、うん、楽しみですよ、次ね、だってこれもう2015年かな、うん、で、終了、いや2015年に登場して25年生きてるから、土屋さん免許返納してないかな、全然してない五体満足ならマニュアル乗ってるね、まあ、でもね、本当これの次も楽しみだけど、うん、まあとにかくみんなね、これを楽しんだ1.5 ね、うん、1.5 の良さが分かるまで乗れって感じ、これは2リッターだねでもトルクがないとね、寂しい時があるんだよ本当に、やっぱトルクって重要だなと思う、そこでシフトをするんですよ、うん、そこでシフトもするんだけど、やっぱ86で1600でいろいろやってみたけど1780の方が全然いいっていうのが分かってきて、
そうなってくるとロードスターも俺は2リッターに行くかなっていう俺がオーナーだったらね、うん、という感じです、うん、まあ今回のね本当にこういうマツダの歴史を振り返るというそういう企画ですけれども、かたくなにこう作り続けるっていう、うん、その志、はい、まあポルシェもそうだし、うんうん、全くこう変わんないじゃない、うん、コンセプトが、うん、これがいいんだろうねロードスターは。そうですね、ね、うん、これからもやっぱりマツダにはねこの車は絶対にこのシンボルだよ。そうですね、走りの楽しさを今もうマツダ全部の車でね車種で言ってるじゃないですか、うん、でこれ原点ですよね、うん、これの楽しさが分かんなかったら、うん、もう次には進めないと。そうだね、うん、ボディしっかりしてますねこれ。してる、ちゃんとしてるすごいしっかりしてる。いやミッションもすげえしっかりしてる。これは保存状態いいよ。これちょっとフロアチューニングしてないかこれはいいぞ、うん、もう走行会で道場走行乗るときってすげえボロばっかりだからさ怖いんだよ、飛ばせない。本当にカタカタ音するしさ、うんうん、ほんと怖いんだよ。あ、走行会って特に屋根閉めてるから。そう、うん、カタカタ落としてもね、屋根開けちゃうとね、他の音がうるさくなるんで、うん、気にならなくなるんですよ、うん、はあ、思い出すね、うん、この頃を。すごい元気いいな、うん、元気いいね、うん、なかなかいいぞ。作り続けてるってすごいことだよ、うん、そもそも、そもそもマツダあれ NC 以上にすごいエンジンないしないね。だからねその材料があるメーカーだったら、うん、もう 今頃300馬力超えてると思うんですよ、うんうん、でもないから、うん、この楽しさが持続できたんじゃないかって僕は思うんですよね。ハンドルもいいな、握りやすい、うん、ナルディもこのぐらいの太さだよな。そうですね、そうですね、うん、この太さはいいよ、うん、いやこれ足もしっかりしてる、ボディもそうだけど、ね、本当に、うん、状態いいですよね。いい、はあ、こんな状態いい車があるんだな、で。いや多分だからあれですよ、100% レストアしてるんだと思うんですよ。ああ、そっか。で、今、NA ロードスターのレストア1からやってくれるんですよ、メーカーは。あ、そう。そうなんです、まあ、多分相当な値段になると思うんですけど、うんうん、そういうのは嬉しいね。うん、ね、やっぱり GTR もそうだし、NSX もそうだけど、うん、そういうのは嬉しい。今、どん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 パーツなくしちゃってますからね。そう、素で比較したら86のノーマルってダサい車だけど、あ、そうですね、あ、うん、これは素でいい車だね、うん、素で楽しめる、うん、86はいじっていくと楽しくなるけど。そうですね、ドノーマルは結構とんでもないですよね、うん、ドアンダーしか出ないし、うんうん、これはね、そう考えたらさ、うん、素で比較したらすげえ上出来な車だよ、はい、木島さんだっけ。いや、これはね、平井さんっていう人が初めやったんですよ。あ、そうか、すごい勇気だよな。そうですよ。それで橘さんっていう、うん、おじさんがもうエランとか大好きで、うん、で、そっち側にそういう車を作りたくてしょうがなかったんですね、うん、でも作っていく上で例えば輸出のことを考える、保険代のことを考えるっていうことを、一生懸命苦労しながら、だから例えばリトラクタブルなんだけど構造がすごいシンプルで、うん、安くできてるんです、うん、それを
ぶつけた時に修理代が高いと保険代がドーンと上がっちゃって結局売れなくなっちゃう、うん、特にアメリカとかでね、うんうん、だからそこを、シンプルにして、うん、リトラなんだけど高くないっていうのを実現したりとか、そういうなんか本当に発売にこぎつけたのは多分平井さんの努力、あの人がいたからこその、うんうん、ものだと思うんですけどね。さすがロードスターオタクは違うね。ああ、いや本当なんか楽しいだろうな、これを全開で走ったらさ、うん、それでねこれ全開で走ってもねちっとも速くないわけですよ、うん、だからあんまりね、例えばワインディングとかで最近の車アクセル踏めないじゃないですか、うん、アクセル踏むよりも戻すことを考えなくちゃいけないんだけど、うん、この車って、その人たちが一生懸命戻してるよりも、加速しないんで、うん、でアクセル踏む楽しさってあるじゃないですか。あるね、あるね、うん、まあ86も同じだと思うんですけど、うん、あるね、踏んで踏んで踏んで頑張れって、うん、操っていく楽しさっていうのが、うん、やっぱりこういう小排気量ライトウェイトスポーツの醍醐味ですよね、うん、と思うね、うん、思う。全開率が高い、うん、だから86オーナーもロードスターオーナーも相通ずるものはあるわけよ。そうですね、そうですね、楽しさっていう、うんうん、パワーなんか求めてないから、うん、ね。でどんだけうまく乗れたかみたいなところでね、うん、あるある、うん、本当そうなんだよな。でパワーねえからちょっと失敗すると失速しちゃって、うん、あそう、いかにねトルクバンドを外さないで走るか。そうですね、うん、で外した時にいかにそのトルクバンドを外してる時間を短くするか、うん、そこが楽しいんだよ、うん。の振り方もうまいな、ねえ、うん、1600でパワーねって言わせないギアの振り方をしてる、うんうん、当然富士スピードウェイ走ったら、うん、単なる遅い車でしかないんだけど、うんうん、でもねこの気持ちよさっていうのを本当いやそうだよ、 A コーナー 100R なんか全然気持ちいいよ、うん、そこを成功した時の気持ちよさってさ、そうですね、うん、500馬力、600馬力じゃさ味わえないよ、うん、はいはいはい。今の車って何事も起きないからね。そうですね、起きた時はあれ、なんでぶつかったんだろうこういうアンダーパワーの車ってぶつかるまでの記憶がスローモーションのように、はいはい、そうです、そうですね、うん、でも俺最近はぶつかってないですよそうかまたドライブコースがまたなかなかいい、いいですね、おしゃれ、うん、オープンで多いとドライブじゃなレースクイーンでも横に乗せてドライブしてたら気持ちいいだろうな。横浜は しましょうかうるせえシフトの時にちょっと手触れ合っちゃいます余計なお世話だ、気持ち悪いなかなかいいね、気持ちいいね、うん、なんか思い出したぞ昔を。こんな新車が出たな、新車と変わんない。いやもしかしたら新車の時よりもいいかもまあある種これで多分あれだよね、レストアした車だよね、そう思うよ、多分手作りだから、うん、そう思うよ。そうですね、うん、まあ普通の NA 今乗ったらもう古さのオンパレードだと思うんですよ、うん、これタイヤまで作ってますからね、うん、それがすごいよね、うん、当時のタイヤを作るってすごいことだよ、うん、横浜もタイプ D を復活させたけど、はい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 、すごいよね、うん、だからタイヤまで当時の復刻版を作ろうって思うぐらい、うん、名作なんですよ。みんなの思い入れがあるんだと思うんですよ。そうだね、うん、それはあるね、うん、いやだって世界中、日本もそうだけど、うん、
どこの国へ行ってもこの車走ってるからね、いまだに。そうですね。そう。それがすごいよ。うん。いまだにやっぱね、日本もそうだけど、サーキット走ってるのは、この手の 1.6、1.8 だよ。うんうん。なんか楽しさを知ってるんだよ、ちゃんと。そうですね。うん、楽しみ方を知ってる。うん。うんうん、やっぱり NB になっちゃうと、重たくなっちゃうんで。うん、そう。うん。そうなんだよな、やっぱ軽さは武器だな。うん。この車の状態は本当いいわ。そのボディ剛性もそうだし、サスペンションもね、うん、全く何にも下手ってない。はい。でこの車って、うん、デビュー当時いくらだったか覚えてます？200万切ってる。160万。うん。あ、170万。86が150万だったもん。ああ。そう。で、86の150万に比べて高えなって言ったんだから。ああ、で170万はパワーステなしで、うん、エアコンなしで、うん、あと何だったかな、オーディオかな、うん、なかったんですよ、うん、で15万円でそれが全部つくんだ。つくんですよ。だから俺覚えてるよ、86より高えんだ、うん、はいはいはい。864人乗れんのに150万、うんうん、なんだよロードスター、2人しか乗れなくて170万かよって覚えてる。スペアタイヤ積めなかったですからね、この車はね。うんうん、その当時こんなさ、うん、170万もする車買えないわけよ。はいはいはい。まあ86もそうだったけど、やっぱね中古出るまで我慢してたよね、うん、俺だって最初買ったの86ニコイチだからね。あ、ボンボンのくせに、ボンボンのくせに家を追い出されてたからさなるほど。そう、金ないわけ、うん、でもね、あの年を感じるのはね、うん、俺昔ねこのシートに座った状態で、うん、あの屋根を閉められたんです。うーん、今ねここまでしか手がいかないそれは年だからね。年だから悲しい。年取るとそうなんだよ、四十肩がね、いつまでも四十肩なんだよ、60になっても四十肩なんだよ。最新型 ND です。 ND ですね。やっぱりあの岸田さんとの距離が少し空きましたね。大きくなってるからね、うん、やっぱり NA から ND ってどん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 大きくなってるから、うん、C からでかくなってるんだよね。 C がボーンとでかくなってるんですね、うん。でこれはやっぱりそれは安全、そう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 、安全性のためで、うん、やっぱこう世界的に安全安全ってなってくると、うん、どうしても重くなって大きくなってっていう、うんうん、安全のスペースが出てくるじゃん、はい、前も後ろも横も、うん、それはしょうがないよね。だから5ナンバーじゃないですか、うん、あの NA ロードスターは、うん、まあ NB もそうだけど、これは立派な3ナンバーサイズなのに、うんうん、軽いんですよ一番。まあこのモデルは少し重たいと思うけども、うん、一番軽いのは990キロかな、うん、1トン切ってるんですよ。軽い、うん、街中走るんだったら本当 1.5 で十分だな、うん、力ありますよね。あるある、うん、だって NA の1600から乗り換えても、うん、そんな遜色ないね、うん。いや遜色ないっていうか、下のトルク十分こっちの方がありますよねと思う。うん、うん、それはあるね。それで装備はいっぱいついてて、いろいろと。安っぽいところがないもん。ないですね。だからデザイナーがうまいんだろうな、うん、安っぽさが全くない、うん、むしろ高級スポーツカーに乗ってるっていう感じさせるよ、うん、はい、うまいよこの辺のデザインも、うんうん、ね、この辺のまとめ方もさ、メーターもスポーツカーっぽいし、はい、うまい。でサイドブレーキがこっちからこっちに来たのが俺は嬉しいね。アメリカ仕様からね、うんうん、こっちはね、うん、どうしてもこっから遠いんだよ。で Z とか、うん、いろんな車がまあもう今これがついてる車は少ないけども、うん、左側にあるじゃないですか、うん、あれは基本、左ハンドル用ですからね。そうだね。いや
サイドブレーキってさ無駄って言う人もいるよ、うんうん、邪魔とか、はい、だけどいざっていう時にいざっていう時だよ、うん、うわぶつかるっていう時にまっすぐぶつかったら帰れないけどサイドブレーキ引いて、はい、後ろからぶつけたら帰れるんだよ、うん、まあそこに至るまでには相当ぶつかんないとならないですけどね。そうそうそう、もちろんそう、もちろんそう、うん、でもこの、 あの NA のテイストが走りとしてのね、うん、テイストが残ってるじゃないですか、うん、残ってるっていうか強くその継承してるじゃないですか。そうだね、それはあるね。そこがね素晴らしい、うん、いやいい車作るよ、うん、本当に本当そう思います。いい車作るな、うん、多分これ限定モデルなんで多分 NA ロードスターの、うん、スノー NA ロードスターの倍以上の値段がすると思うんですけど、そう、うん、だって170万でしょ、うん、だからこれ340万では多分買えないんじゃないかな、うん、あ、そう、そのぐらいかな。これってシートも特別仕様だし、あ、そう、うん、あとルーフもの、うん、あの色も違うやつなんでこれかっこいいですよ。すごい、もう今売ってないらしいですけど。あ、そう、うん、これは屋根は自動？いや、屋根はねポコってやって、あ、手でやる、はい、うん、昔ながらの。あ、でもねこれやっぱり重量を相当考えてるんじゃないですかね、うん、うん、いやでもすげえな、2リッターから 1.5 に排気量を落とすって、うん、すごい決断だと思うよ。そうですね、ダウンサイジングを見越してんだよこの時代に。そうですね、でもいや世の中的にはダウンサイジングして、うん、パワーは落としてないんですよ、うん、下級機付きが、ね、そうだね、メインだから、うん、でもこれ出力も落としてるじゃないですか、うん、だからそういう意味じゃ他ではやってない。いやだからめっちゃ勇気がいるよ、うんうん、そうですね、売れなかったら全く売れない車だよ。そうですね、うん、そう、その世の中的には下級機をつけてダウンサイジングはするけどパワーは出すっていう、うんうん、そういう世の中の動きだったよ。そうですね、うん、それを逆らったからね松田は、うん、それでも成功してるってさ。そうですね、うん、世の中がロードスターを認めてるってことだよ、うん、だから NA のテイストがね、あの気持ちよさが、うん、NA のテイストっていうかNA が求めた気持ちよさがさらにね、うん、進化した形でこの車に残ってて、うん、でも安全性とかね、うん、環境性能っていうのは現代のものになってるっていうのが、うん、本当にあの簡単じゃなかったと思うんですけどね。そう思うな、うん、もっとあの太いタイヤ履いてで、うん、パワー上げて、うん、これはすげえだろっていう方がよほど簡単ですよね、うんうん、まあ、1.5 でも楽しいからね走ると、うんうん、分かってくれましたか 1.5 の良さが。うん、分かるよ。もう時代とともに大きくなって重くなるのは仕方がない、うんうん、ね、安全はやっぱこう捨てがたいからさ、うん、安全を確保した上で楽しむっていう、うん、そういう車に仕上がってるよね、うん、NANB ってやっぱり86と同じように安っぽさが漂ってんだよね、うんうん、室内にかなりチープですよね、うんうん、だからやっぱこう洗練されてるね、うん、いや2人乗りはっていう人はやっぱ多いんですけど、うん、どう思う。でもそういう人たちほとんど1人でいつも乗ったりとか、うん、だからなんか必要な時は今ねカーシェアリングレンタカーも安いし、うん、で最新型乗れるし、うん、俺だったら普段こういうのに乗って必要な時だけ大きいのをその状況に合わせて借りてくればいいと思ってるんですけどね。まあコンパクトスポーツはありだな、うん、でもこの車に乗る人はもう一台持ってるからね、うん、まあそういう人が多いですね。そう、ロードスター持ってる人ってね他にももう一台なんか持ってんのよ、うん、言い方変えると心に余裕があるっていうかな、うん、この人生の生き方に余裕があるっていうのかな。まあ財布にも余裕があるしダメですけどね。いやもちろんそうだよ、うん、だってどうやったって遊び心であって、うん、こうやって普通に飛ばさなくたってゆっくり走っても気持ちいい車じゃない。
そうですね、普通の人でも、うん、多分車に乗って気分がリフレッシュ されるっていうのはね、味わえると思う。と思うね、うんうんうん、別に飛ばさなくたって、うん、こうやって普通に流してるだけでも、うん、気持ちいい車で。そうですね、うん、でも今って久々さん86じゃないですか、うん、でどん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 古い車の値段上がってってるじゃないですか。すげえ上がってる。でその中で、うん、ロードスターって、うん、やっぱり今の最新型で昔のテイストを味わえるから、うん、貴重ですよ。なるほどね、うん、まあ NA ロードスターとか値段上がってるみたいですけどね、うんうん、なんだけど別に今の買っても全然気持ちよさは、うんうん、あるね、うん、あるね、味わえる。さあ本日のカープライム、マツダのロードスターの歴史を振り返る。ね、また始まっちゃったんですか。 1.6 から始まって 1.5 に戻る、はい、現在、うん、ね、この歴史の中でまあいろいろあったと思うよ、うん、ね、1.6、1.8、2リッター、うん、2リッターから次はって言われたら 2.5 だろうって世の中は期待する、うん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 、それを 1.5 の NA にした、はい、当たった。そうですね、世の中は受け入れた、うんうん、他のこの世の中的に地球上ではダウンサイジングはするけどターボでパワーを出していく、うん、そうです ね、だからパワーでは文句を言わせないっていう車作りが世の中のメーカーはやってきた、うん、だけどマツダは逆行して 1.5 リッターの NA で勝負に出た、はい、当たった、うん、素晴らしいですね。マツダのその持ち駒のなさのなせる技いやでも結局あったら行っちゃってたと思うんですよ。まあそうだね、でなかったからこの名作ができてるっていうところでもあると思うんですよ、ね、さあじゃあロードスターオーナーとして、うん、今後マツダに期待すること。いやずっと作っててねっていう話1.5 でいいの。あ、1.5でいいですよ。俺は、うん、俺はアメリカの2リッター欲しいねということで今後マツダがどういう方向に行くのか、まあマツダイコール僕はこのロードスターが看板だと思ってます。このロードスターがある限りマツダは元気なんじゃないかな、はい、いかがでしょうか。そう思います。それでは皆さん次回のカープライブお楽しみに。ゲストは大井さんでした。ありがとうございました。いいえ。